ミゲール・コットは、プエルトリコの元プロボクサー。プロビデンス出身。元 WBO 世界、スーパーライト級王者。元 WBA 世界ウェルター級王者。元 WBO 世界ウェルター級王者。元 WBA 世界、スーパーウェルター級、スーパー王者。元 WBC 世界ミドル級王者。元 WBO 世界、スーパーウェルター級王者。 プエルトリコ人初の4階級制覇王者。自身で、プロモーターとして、プロモシオネスミゲールコットを主催している。幼少時代は肥満児で、ダイエットが目的で11歳でボクシングを始める。トレーナーは長年、おじのエヴァンゲリスタコットがついていたが喧嘩が絶えなくなり、決別、2010年6月のユーリフォアマン戦から、エマニュエル・スチュワートがつくが2戦のみで、ペドロディアスに代わり、 2013年10月のデルビン・ロドリゲス戦からはフレディローチがついている。兄のホセ・ミゲエル・コットと父親のコットシニアもアシスタントトレーナーとしてコーナーについている。1998年アルゼンチンブエノスアイレスでの世界ユース選手権ウェルター級準優勝。1999年ヒューストンで開催された1999年。 世界ボクシング選手権大会にライトウェルター級で出場するが1回戦で敗退した。2000年、プエルトリコ代表としてシドニーオリンピックにライトウェルター級で出場し、1回戦でモハメド・アブドゥライフに敗北した。2001年2月3日、アメリカ合衆国のテキサス州でプロデビュー。2004年9月11日、プエルトリコでケルソン・ピントと WBO 世界。 スーパーライト級王座決定戦で対戦し6回 TKO 勝ちで王座獲得に成功した。2004年12月11日、ネバダ州でランドールベイリーを6回 TKO 勝ちで初防衛に防衛した。2004年12月21日、プエルトリコボクシングコミッションがミゲールコットを2004年度の MVP に選んだと発表。2005年6月11日、 ニューヨークのマディソンスクエアガーデンでシドニーオリンピックで敗れたモハメド・アブ・ドゥライフと対戦し8回 TKO 勝ちで3度目の防衛に成功した2005年9月24日ニュージャージー州でリカルド・トーレスと対戦しダウンの応酬がある壮絶な打撃戦となったが7回小勝ちで4度目の防衛に成功した2006年1月23日 フエルトリコボクシングコミッションが、ミゲール・コットを2005年度の MVP に選んだと発表。2006年6月10日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで、元 IBF 世界、スーパーライト級王者ポール・マリナジに3-0の判定勝ちで6度目の防衛に成功した。2006年12月2日、ニュージャージー州で、WBA 世界ウェルター級王座決定戦で、 WBA 同級2位のカルロス・キンタナと対戦し、5回終了 TKO 勝ちで王座獲得に成功した。2007年6月9日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで WBA 世界ウェルター級4位のザブ・ジュダーと対戦し、2度のダウンを奪い11回 TKO 勝ちで2度目の防衛に成功した。2007年11月10日、 ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで3階級を制した WBA 世界ウェルター級7位のシェイン・モズリーと対戦資産から例の判定勝ちで3度目の防衛に成功した。2008年4月12日、ニュージャージー州で WBA 世界ウェルター級9位のアルフォンソ・ゴメスと対戦。3度のダウンを奪い、5回終了時 TKO 勝ちで4度目の防衛に成功した。 2008年7月26日、ネバダ州の MGM グランドガーデンアリーナで、アントニオ・マルガリートと対戦し、プロ初黒星となる11回2分5秒、TKO 負けを喫し WBA、世界ウェルター級王座の5度目の防衛に失敗、王座から陥落した。この試合のキャッチコピーは、ザ・バトル。2009年2月21日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで、 マイケル・ジェニングスと WBO 世界ウェルター級王座決定戦を行い、5回 TKO 勝ちを収め、王座帰り先に成功した。2009年6月13日、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンで、元 IBF 世界ウェルター級王者ジョシュア・クロッキと対戦し、2から1の判定勝ちで初防衛に成功した。2009年11月14日、 ネバダ州の MGM グランドガーデンアリーナで、ファイヤーパワーのキャッチフレーズがついたマニーパッキャオと対戦し、12回 TKO 負けで2度目の防衛に、失敗し王座から陥落した。2010年6月5日、ニューヨークのヤンキースタジアムで、スタジアムスラグファストのキャッチフレーズの試合で、3階級制覇を目指し WBA 世界、スーパーウェルター級王者ユーリフォアマンと対戦し、 9回 TKO 勝ちで王座獲得。フォアマンに初黒星をつけるとともに3階級制覇に成功した。2010年9月10日、スーパー王座認定を受け、スーパー王者になった。2011年3月12日、ネバダ州の MGM グランドガーデンアリーナでリレントレスのキャッチフレーズになった試合で元2階級制覇王者で WBA 世界。 スーパーウェルター級6位のリカルド・マヨルガと対戦し、12回 TKO 勝ちを収め初防衛に成功した。2011年12月3日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンでキャッチコピーがザ・バトル2で WBA 世界スーパーウェルター級4位のアントニオ・マルガリートと対戦し、10回終了時 TKO 勝ちを収め2度目の防衛に成功、前線の雪辱を果たした。 2012年5月5日、MGM グランドガーデンアリーナで、リングキングスキャッチフレーズで、フロイド・メイウェザー・ジュニアと対戦し、0から3の判定負けを喫し、王座から陥落した。2012年12月1日、ニューヨークのマジソン・スクエア・ガーデンにて、WBA 世界、スーパーウェルター級王者オースティントラウトと対戦するが、0から3の判定負けを喫し、 大阪エリザキに失敗した。2013年10月5日、フロリダ州オーランドのアムウェイセンターにて、WBA 世界、スーパーウェルター級4位、デルビン・ロドリゲスと対戦し、3回2分42秒、TKO 勝ちを収め、約23ヶ月ぶりの勝利となった。2014年6月7日、マディソン・スクエア・ガーデンで、WBC 世界ミドル級王者セルヒオ・マルチネスと、 対戦。1ラウンド目に3回のダウンを奪う、東優位に試合を進め、10ラウンド目開始直後、マルチネスのセコンドがストップを申請。TKO 勝ちで王座と、リングマガジン同士認定王座獲得に成功した。プエルトリコ出身のボクサーとして、初の4階級制覇を達成した。2015年1月17日、サウル・アルバレスとの対戦を、 同年5月2日に予定したい戦交渉を重ねていた。しかし期限までに交渉がまとまらなかったことで、アルバレスのプロモーターのオスカー・デラ・ホーヤがアルバレスは、待ちくたびれたので他の相手を探すことにした、と交渉決裂を宣言した。2015年3月5日、JZ 率いる新興プロモーターのロックネーション、スポーツと契約したことを発表。2015年6月6日、 一年ぶりの試合を、バークレイズセンターで元、元 WBA、IBF 世界ミドル級王者のダニエル・ゲールと、ミドル級の規定体重である160ポンドではなく157ポンドの、キャッチウェイトで対戦し、4回1分28秒、TKO 価値を収め初防衛に成功した。2015年11月17日、サウル・アルバレスとの対戦を実現させるために、暫定王者、 ゲンナジーゴロフキンへの待ち料80万ドルは支払ったもののさらにタイトル承認料30万ドルを WBC へ支払うのは不服として12万5000ドルへ減額を要求したのだが WBC に減額要求を受け入れてもらえず王座を剥奪されたコットはカネロとの試合に世界王座は必要ない口座に110万ドルを残しておける方が私に とって良いことだと自身の考えを述べた。2015年11月21日、マンダレーベイイベントセンターで、元 WBAWBC 世界、スーパーウェルター級王者で、WBC 世界ミドル級1位のサウル・アルバレスと、対戦し2度目の防衛を目指していたが、同月17日に、コットが王座を剥奪されたため、コットが勝てば王座は、空位となり、アルバレスが勝てば、 王座を獲得するという条件で、ミドル級の規定体重である160ポンドではなく155ポンドのキャッチウェイトで対戦し、12回0から3の判定負けを喫した。この試合でコットは1500万ドル、アルバレスは500万ドルのファイトマネーを稼いだ。2017年2月2日、同月25日にテキサス州でジェームス・カークランドと対戦する予定だったが、 カークランドがトレーニング中に尾骨を骨折したため、試合は中止になった。2017年5月19日、契約試合が残っていたが、契約を解消して、ロックネーションスポーツから離脱した。2017年5月25日、カリフォルニア州カーソンのスタブハブセンターテニスコートで、サウル・アルバレスの王座返上に伴う、WBO 世界スーパーウェルター級王座決定戦を、 WBO 世界スーパーウェルター級5位の亀がい期間と行うことが決定した。2017年5月31日、オスカー・デラ・ホーヤのゴールデンボーイ・プロモーションズと契約。2017年8月26日、1年9ヶ月ぶりの試合をカリフォルニア州カーソンのスタブハブセンターテニスコートで WBO 世界スーパーウェルター級6位の亀がい期間と WBO 世界スーパーウェルター級王座決定戦を行い、12回3から0の判定勝ちを収め、1年9ヶ月ぶりに王座に帰り咲いた。この試合でコットは75万ドル、亀貝は19万2千ドルのファイトマネーを稼いだ。2017年12月2日、マディソンスクエアガーデンでサダムアリと対戦し、12回0から3の 判定負けを喫し初防衛に失敗、王座から陥落した。現役最終戦として臨んだ試合だったが、優秀の美を飾ることはできなかった。この試合でコットは75万ドル、あるいは60万ドルのファイトマネーを稼いだ。世界タイトル、地域タイトル、マイナータイトル、ありがとうございます。